皆さん、こんにちは、マーティン。大のミラクールキングの塗るです。今日はオートマの話、もうオートマ最近多いですね、ラブ人。その、まあ、マニュアルですけど、私、オートマの場合は、まあ、パーキングが駐車場、後退がリバース、動力が伝わらないのがニュートラル、普通に運転するのがドライブ、強いエンジンブレーキが必要なのに、どう、あるんです。はい。まあ、こう、ペダルを踏んで、まず確認すること、そして、かかっており、P の位置であることに、ブレーキペダルを踏み、エンジンを開始。 交差点に停止するときは、念のためハンドルブレーキもかけましょう。クリープ現象が起きるのはどこか,かというと、ブレーキペダルをしっかり踏んでおかないとアクセルがペダルを踏まなくても自動車はゆっくり動き出し、追突など思わぬ事故を防ぐことがあるんです。クリープ現象はつまりエンジンがかかっているときにチェンジレバーを P を N 以外にすると、ブレーキを緩めるだけで車は自然に動き出すことを言うんです。 注射は、あの、仕方、パーキンでさえ、はい。では、オートマ2輪車の場合は、まあ、発進時の注意は、まあ、クラッチが操作がいらない分、スロットルを急に回すと急発進する危険があるので注意しましょう。低速での場合は、無断変速装置がついている場合低い回数、エンジン回数が低いときは、えー 特性がああるんです。まあ、低速してマッ、まあ、クスットルを完全に戻す車輪にエンジンが伝わらなくない安定感を失うので注意しましょう。今日はオートマチックのオートマの話でした。バイバイ。